なに、なに、なんか急にライトついたよ。え、誰、なに。あー、なんか来た、なんか来た、なんか来た、なんか変なの来た。オフィスエレベーター、はい、というわけで今回はこのオフィスエレベーターっていうねホラーゲームやっていこうと思います。まあなんか海外のちょっと癖の強そうなホラーゲームっぽいという感じなぐらいな知識。まあ早速やってみましょう。てかちょっとエフェクトきついなこれ。ファなんかなんだなんかなんか喋りかけられてる。これは俺は E to interactHey, I know you're busy now, but I need to ask you something. 何でしょう？なんだなんだな。ああ、いいです。続けるのか。まあ、物取ってきてくれっていうのはパシリなこと言われてんだね。そしてもう俺そこにいないけど。で、どっから駐車場行けばいいんだろうな。なんか一応喋りかけれる。なんかこの辺の人たちと喋ってもなんかちょっと、後々編集がめんどくさいからもう無視しよう。あのいっぱいなんか働いてる。これ何の会社なんだろうね。掃除、清掃のおじさん。Have you seen my スクリュードライバー？スクリュードライバーは見てないですね。とりあえず、タイトルがそもそもオフィスエレベーターだから、エレベーター乗っていくんかな。向こうも部屋あるけど、こっちは何？なんかこっちなんか変な扉ある？これ。This door is locked。じゃあ開かないんだ。もう開いてんじゃん。あ、これはトイレだけど、女性トイレじゃないこれ。あ、ちゃうわ。男女兼用でございます。やっほ。Oh no! Oops. I think that donut was expired. I need to talk to you. Meet me in the HR room later today. お前も？てか、そのトイレを開かれたこと文句言わないの？これが何？これは何ルーム？これエレベーターかな？これが HR ルームかな？なんだ ?HR ルームってなんだ？何の略だ？ホームルームしかわかんないんだけど。これ社長かな？ Hey, I know you're busy now, but I need to ask something. なんか移動してる。あ、君だ。あ、お偉いさんだったんだ。まあそうだよね。そんなパシリ頼んでくるぐらいだから。このハゲ誰だ？あ、この人の、これがこの人の部屋か。はい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 。OK、じゃあここに最終的に届けばいいんかな。とりあえずここで、これがエレベーター。とりあえずこっち。じゃあパシリしますか。てか何これ、よく見たらずっとカメラ回してんのこの主人公。今更だけど、ずっとレックになってるよ、よく見たら。会社の不正でも暴こうとしてんのかな。そして2001年。11月10日。俺がまだ生まれてないね。俺14歳だから。というわけで、パーキングへ、地下駐車場だね。あれかな？置き配？だいぶワイルドな置き配だね。でも、デリバリーマンはいないんだね。配達してる人。こんな風に置く？まあいいや、置いといてくださいって言われたかもね。あ、箱ちっちゃくなった。片手で持てるサイズになった。まあ、ではこれを届けに行って無事完了してゲームクリアかな。上参ります。え、なんか暗いんですけど、みんなどこ行っちゃったの？ライト。え、怖っ。なんでこんなことに。と、さっきまでいた人たちっていうか、もう部屋も暗いし。あの、I can't open this door on a power out cage. ああ、電源が切れてるから開かないんだ。あ、これも開かなかってるわ。で、これ、このなんか、タッチパネルついてる気は全部ダメだ。さっきのおっさんにはお箱をお届けにできないね。いや、怖っ。さっきまで普通だった場所が暗くなってこんな雰囲気になってるの超やべえんですけど。これもトイレはちゃうでしょ。え、全部ロックされてますけど。え、怖い怖い怖い。何、どうすればいいの。え、積んだ。どこも開いてませんけど。もう一回エレベーター？え、わかんない。もう、じゃあもう一回エレベーター乗ってみる？え、怖すぎ。
Isn't walking, isn't walking. え、積んでるやん。閉じ込められました。こっちも開かないし、こっちも開かないし、これも開かないし。あ、何、何、なんか急にライトついたよ。え、誰、何。あー、なんか来た、なんか来た、なんか来た、なんか変なの来た、なんか、わーお。あ、いって、you died。頭ライトついたマンがやってきた。え、そんなんどうせやがった今。え、しかもどのタイム、え、だから隠れる場所もなくね。今のうちに隠れる場所探せ的な感じなのかな。あ、なんか開いた。さっき開かなかったのに。これは隠れ場所かな。あ、ショートしてる気がする。ちょっと電気消した方がいいんじゃない、これ。おお、おお、怖っ。ちゃっちゃ絶対バレるよね。わあ、通り過ぎてった。なんか変な音するね、あいつそばにいると。もう開いたんかな、あれ。なんか変なやつが巡回してましたけど。ロックされてる。どうすりゃいいの。キー、これでどっかの部屋を開けれるんだ、きっと。大丈夫かな。よし。あー、いた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 。あいつでも明かり出てるからさ、怖すぎ。うわ、いる。やべやべやべ、いる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 。これ走っても大丈夫なのかな。あ、でも早い、来るの、こっち。え、これどこ行けばいいの、これ。あ、待って、すごい、なんかはやっぱ俺が来るとこ合わせてるのがやっぱ音が。いや、待って、ちょっと待って、これ、ちょ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 、ここ隠れる、ここ隠れる。は、来ないんだけど。電気消してやっぱ見失うのかな。何を目指せばいいのか分かんないんだけど。うわぁ、向こう一瞬光ったけど、うわ、やべ、そこいるわ。わ、ここも隙間あんのか。これ見つかったらもうダメなんだろうな。あー、しまったしまった。ピャ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 。意外と逃げれるんかい。おお、近っ。スタミナがフルならば逃げれそう。あ、なんかあった、なんかあった、なんかあった。なんか血があった、血が。血かな。やべ、うお、隠れろ。うわ、怖え。あ、もう、なんでこっち向くのよ、あんた。そういう巡回ルートじゃなかったじゃん。しかも、こっからかよ。お腹ある。なんかあった、数字があった、なんか数字が。何これ、何これ、数字じゃねえ、なんか。おお、なんかボタン、わからん。おお、いやー、これなんか来そう。なんかさっきまでのやつ、なんかあいつこいつくるって向くんだよ、くるっと。向かない。えい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 、つきません。なんか順番があるのかな。あ、これだ。白どっち、これ。おお、出しようとする。え、ああ、あ、なんか、え、壁貫通してません、君、ちょっと。え、今俺壁越しにいたと思うんだけど。おい、急に襲ってくるやん。どういうことや。それはダメだろう、お前。やっていいことと悪いことがあるでしょう。絶対今あいつ貫通してきたって。こう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 。よし、来た。あ、やべやべかも。来たかも、こっち。怖えー。落としてる。多分電気復旧したと思うんだよな、今ので。いや、でも暗いね。明かりはつかないんだね。さっきのさ、その電気が通じてなくて開かなくてのやつがもう開くんじゃねえかな。
ああ、やっぱ電気ついてるわ。あそこのなんか扉が黄色のランプついてる。こっから出て。ああ、なんか清掃員のおじさんやられてるっぽい。あ、何これ、なんかゲットした。なんかセキュリティカードみたいな。これあれば取れるんじゃね。お、開いた。トゥールボックスパスワードラストディジットオブザオフィスフォンナンバー。知らねえ。ここ開けてきたらどうしよう。ああ、これドライバーだ。こっから脱出すんだ多分。これ言ってたもんね、おっさんが。なんかドライバーがないのみたいなこと。あ、これがツールボックスか。フォンナンバー、まあ、だからどっかに書いてあるオフィスナンバー、電話番号の最後の3桁かな。くそ、こっちの部屋にいるからあいつの動きが見えないのがちょっとつらい。でもあえて血が出てるってことはみんなやられちゃったのかな。なんか明かりがチラチラ見えてんな。こっち来た、こっち来た。逃げろ逃げろ。オフィスナンバーってどれ、オフィスナンバーってどれ。どっか番号、どっか番号。何か番号、番号、電話番号。てか自分の番号ぐらい覚えとけよ、主人公もよ。自分の会社の番号だろ。わあ、来てる。あっちの部屋一回行った方が良さそうだよな。電気通じたし。おお、やべ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 。これどっちから来る、どっちから来る。これ曲がり角どっちから来る。よし、こっちね。オッケー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 。よし、こっち行こう。うら、ほらほら、あそこが開いてる。あ、ここも開くようになってる。ほら、はあ、あ、番号。ちょっと待って、いけると思ったらいけんか、いけんかった。おお、やべ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 。まあここはここに隠れるときはとりあえず大丈夫ってのは分かってんだけど、ここ開かねえんだ。なんで電気通じてんじゃんかよ。トイレも開かない。うお、ちゃったよこっち。あ、なんでなんでなんでー、メンディーは、なんで。やっぱ足音ってこと。なんか急に気づかれた。そんなベネネ最初からなんですね。これね、これはいいけど、フォンナンバーよな。どこにあるんだろう。なんかありそうだよね、どっかにね。普通になんかそんな分かりづらくないとこにあると思うんだけど。あ、これまずいかも。隠れてるつもりなんです僕これ。あ、ダメです、許されないね。フォンナンバーがむずすぎる。でもなんかこの部屋から見える何かになんか電話番号とかなさそうだしな。俺がただ頑張ってるだけ。あ、これじゃない？コールアス。あ、書いてあるわ。295だ、これ多分。ふぅ。295で開いてくれよ。音めっちゃする、これ。よし。で、テレテレテレーン。ドライバー。で、これね。多分、こう。お、くる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 。くるくるくる、音する。多分今ちょうど向こうの部屋行ってんだと思うんだけど。おっしゃー、どうやってくるのこれ。ああ、これね、はいはい、しゃがみジャンプができるの。これ大丈夫かな、いきなりこの部屋入ってこないかな。そこにいる、多分今あっち行った。なんか声する。お？ああ、やっぱりもともといたこの人がお亡くなりになってる。男いたもんね、ここに。とりあえずピンク色のカードキーだから、多分ね、さっきやったもう一個の
ピンク色に光ってたところが開くんだと思うんだよね。え、ドアイズロックドって書いてある。え、ここから鍵外せんじゃねえの。え、これどうやっていくの。じゃあこれ戻れないですけども、え、どっから出んの。じゃあこれできる内側から開けれるものだと。あ、なんかある。あ、そういうこと。なぜかゴミ箱の中にキーが、内側からの鍵があって、どういうこと。よし、オッケー、開いた。で、次は、おっとっとっと、ファーストナンバーイズイーブン、セカンド、待って、ちょっと覚えること多いし、英語多いし、が偶、最初ナンバーが偶数で、2個目のナンバーがハーフオブザファーストワン、最初のやつの半分、ラストナンバーがダブルザファーストワン、最初のやつの2倍で、お、サムオール、サムオブオールスリーナンバーイズ14。なんだてめえ、一回整理したいな、これ。3桁の数字をまた知りたいってことで、合計が14になります。で、最初は偶数。偶数で、で、14以上はありえないわけだから、例えば偶数だから2とか。2だった場合だって、2は絶対ないよね。2で、で次半分だから1で、で倍で4でしょ。合計6だから、まあ、これありえないよね。こういう考え方をしていけば多分いけるぞという話だから、例えばじゃあ6とか、6だったら6で半分で3で9、あ、絶対ちゃうわ倍になるんだから、だからもっとちっちゃい数字でもなるともっと4ぐらいじゃない。だから4、2、8でしょ。だから4で半分で6で8で、ほーらー、4、2、8です。うおー、分かったと。何来んだバカ。そうそう、やべえなと思って、あの野郎ロついてやがるか。4、2、8、よし、開け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 。でボスルームに入ったけど、これか、なんかパソコンあるけど、これか、なんかある、なんかイントラクトって出たけど、何が、は、あ、銃え、まさか倒す。それは臭すぎんか。おい、結局最後物理に頼るみたいな話になってるけど、これさ思うんだけど、あいつこっちに巡回に来るじゃんね。巡回に来て、で俺ちょっと影に隠れといて、であいつが背中くるって向けたら、さっとこう横に出てパン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 でいいんじゃない。むしろもうこっから倒せるわ。これも見えたら撃つか、なんか倒せそうな気がする。弾は全部で6発、リボルバー。何発撃っちゃ死ぬんだろう。来た！ぶっ殺してやるぜ。今までぶっ殺された分。あ、え、一発？うわぁ！あ、でもなんか怒ってる、怒ってる、怒ってる。おぉぉ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 。待って、前段命中狙うのこれ。え、でもなんかこれ終わる本当に。え、なんかまだ、うっさ、ランプヘッドって言うんだ。あ、あ、なんか現実に戻ってきた、もしかして。え、なんか人間の死体が、え、あ、これさっきのボスじゃない。え、やっちゃった俺、もしかして、もしかして俺またやっちゃいましたか。すごい、ひそ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 、うるさい。きっとこれはエレベーターに乗って終わりな気がするだよね。だって拾うもんなんもないもんね。ピッ、くさ、え、どうなんのこれ、え、どうなんのこれ、チカチカが眩しい。ああ、警察来てる。え、どういうオチ。結局主人公が殺人犯でしたってこと。
と雑用を任されすぎてイラッとして殺しちゃいましたみたいな。え、ストーリー的にこれはどういうオチなんだろう。終わっちゃったよ。なんだろう、結局主人公がちょっと社畜しすぎて見たストレスの幻惑みたいな。で、イラッとした上司を銃でぶっ殺しちゃった。か、上司がもう暴れ散らかしておかしくなって、それをに正義の鉄槌を食らわせた。どっちかな。でもなんか気が、主人公が実はおかしかったですエンドワンチャン普通にありそうだね。怖っ。最後、っていうオチだな。はい、というわけでね、以上がオフィスエレベーターでした。まあ、ほとんどエレベーター要素なかったんだけどね。最初と最後だけだったね。もうどっちかというとランプヘッド、やばいやつだったね。というわけでまた他のホラーゲームでお会いしましょう。またねー。Hi, is this Sam in there? Like an opening. Oh! Eh? Tawagoto! Weh. Shabiru no koto wasere cha. Ah! 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 Naka no deka! Okki hito ita!